して探した現実、今日も見慣れた景色、無性に不安になる。大阪支部のメンバーと一緒にやってきました。大阪支部のメンバー、こやびんです。ボビボビ、本当にチャットモンチのお二人が僕にですねドラムのきっかけをくださいまして、2012年に、クミコちゃんさんが抜きはるということで、じゃあ私が今度はドラム、私がギターやってる時はこの子がドラムでみたいなことを言ってはったんですね。ほんであなたのギター、あなたのベースをお客様聞きたいんじゃないかな、じゃあ僕がもしシャングリラをマスターできたら小籔ソニックで一回やってもらっていいですかいうところをですね、2月ぐらいに2人で飲んでる時に言ったんです。そしたら2人ともがいいですよなんてアホみたいな顔して言ってたんですよ今から思ったら。んで、まあ、いいですか、分かりましたって練習したんですけど、お二人もその時はどうせ絶対できへんやろと思ったらしいんです。で、まあ、1回9月にやっていただきまして、僕はそれで終わる気やったんですけど、チャットモンチのお二人や他のミュージシャンの皆さんにやめんなやめんな、続けろ続けろ言ってくださって、本当にこの音楽活動のきっかけは全てチャットモンチ、ありがとうございます。ドラムの楽しさを教えていただきました。
最後に改めて紹介したいと思います。今日のチャットモンチーのスペシャルドラマは小籔一豊。カスって思ってる人多いと思うので、僕はクミコちゃんさんだと、髪の毛短いんだと僕の方が短いけど、そのから、ね、四国で生まれたんだっていう教員免許を持ってるんだっていう念じてこう言ってます